なんだ、迷わないとこんなに早く着くじゃないですか、先輩。こんにちは、お待ちしてました。蘇ってまず驚いたのが、私ぐらいの年の女子学生のスカートがびっくりするほど短かったことですね。あれが学校の制服なんて、あんな短いスカートじゃまるでキャバレーのホステスですよ。それとやたら髪の毛を染めている人が多いこと。そりゃ私の頃だって染めてる人はいましたけど、よっぽど不良の人ぐらいでしたから。それに髪の茶色い小学生を見た時は、あの子たちの親は一体何考えてるのって。この国はどうなっちゃったんだろうって思いましたね。そうそう、未来ってくらいだからガラスチューブのハイウェイの中をエアカーが走っていると思った。あんたって子は姉ちゃんをバカにするの。でも熊蔵って今ネットでの悪い噂でも有名ですよね。いや、内部の人間が暴露するケースも多いから意外とバカに。そんなことはないです、うちの会社に限って。大きな声を出してすいません。いや、これもネットで見た話なんですけどね、例のよみがえりの人たち用のサイトで。あれ、忘れ物ですか？
それちょっとニュアンスが違いますね。悪ガキというよりは友達の悪い誘いを断れない弱虫な子だったんです。僕今でこそこんな図体ですけど、子供の頃は小さくていじめられっ子だったんです。友達に無理強いされて悪いことをしでかした時、よく姉には叱られました。迷惑をかけた家の大人たちが怒鳴り込んできた時、かばってくれたのも姉なんですけどね。でも姉が亡くなるちょっと前に起こった出来事は、僕にもう悪いことはやめようと決心させましたね。あんた、それ母さんの？ごめんなさい、ごめんなさい。二度としないで。お姉ちゃん、あんたのこと怒ってあげられないから。その時の姉はすでに力も弱くなっていて、叩かれている間も少しも痛くなかったんですよ。僕はそれが悲しかった。そんなことがあった年の春、姉はこの世を去りました。だんだん悪いことに慣れっこになっていく自分と、いつも叱ってくれた姉の存在が日々小さくなっていく。僕は姉にもう一度叱ってもらいたかったんでしょうね。あれ？この道は。ごめんなさい。
どうっておっしゃられても、あんまりお付き合いないんですけど。ああ、そういえば最近彼女ができたみたいね。ええ、綺麗な娘さんと一緒に住んでらっしゃるみたいよ。はい。何？失礼しましたっす。ああ、あれは僕が悪かった。ちょっとイライラしてて。りょうさん、どうしたの？ちょっと待って。ごめん、帰ってくれ。今の子、あの、まさかと思うんですけど、窓辺の少女にそっくりじゃありませんでした？そういえば、モリア画伯は窓辺の少女の遺髪をもらったとか聞きませんでしたっけ？おい、いい加減にしろよ。ったく、佐伯は昔っから強引だよな。彼女に、というならノーだ。俺も彼女を世間にさらしたくはない。ダメだ。さあ、画家になろうと決心したのは、ひいじいちゃんの描いた窓辺の少女、あの絵に憧れたからだったけれど、描いても描いても俺の絵は評価されない。ひいじいちゃんのコピーだ。もう絵なんてやめよう、そう思いながら、いつしか俺は窓辺の少女の前に立っていた。絵の少女を一心に見つめているうちに、本当に少女が目の前にいるような気がしてきた。俺は目をこすったよ。だって本当に窓辺の少女が、千春ちゃんが俺の前に立っていたのだから。
取材の皆さん、こっちだ、こっちだ。お父さん、気をつけて。こりゃ深いっすね。一週間ほど前にキノコ取りが見つけてな。穴のエッジがあまり崩れておらんから、多分梅雨明け以降にできたものだと思われる。今年は早かったから7月1日以降ですかね。それはわからん。しかしわしの専門分野で不思議なことがあってな。いや、それだったらここが震源地として記録に残るはずなんやが、その地震には震源がなかったんじゃ。は？言うなれば、熊本市全体が同時に揺れたんじゃ。ありえない。それは科学の常識じゃ。だからこそ皆さんにも見てもらおうと思ってここに呼んだんじゃ。すまんがな、その話はしないでほしいのじゃが。どうしたんでしょう。父から聞いたわ。いろいろ動いてくれたんだってね、ナスビ頭のくせに。家にはいられないわ。私は殺されたのよ。理由はわからない。私は西原坂のあたりで調査をしていて。急に後ろから首に何かが。それで気を失って。
わからない。石原坂で蘇るまで意識がなかったんだもの。その前しばらく誰かに突き回されていたから、ストーカーかしら。いずれにしろ犯人の正体が不明のうちは家族に迷惑がかかる可能性があるわ。佐伯くんは迷惑？ありがたいわ。聞き込みにもなるし。しばらくご厄介になるわ。他の人に迷惑はかけられないわ。熊本市内には頼めるマブダチはあんたしかいないのよ。このナスビ頭、私はあんたが。先輩、まだですか？女の人の声がしますけど。あ、どうも、はじめまして、くすみです。どうも。じゃあ車回してきますね。あ、部屋は完全に分けておいたからね。大家さんいい人ね。佐伯さんの恋人です。鍵なくしちゃったのって言ったらすぐくれたわ。